はい、今回は、新型宿毛矯正、こちらの方をやっていきたいと思います。これはビフォアの状態になります。過度なブリーチをして毛がちぎれてしまっている状態ですね。中の方がで毛量が非常に多くて、美容室で、毛量が多いことを伝えたら、セニングでですね、バツバツに疲れてしまって、ひどい状態になっております。毛量、毛の太さも、毛量も結構、大変な状態かと思います。